いや、ほんとようになったよ。うん。で、ほら、一応自分で考えとくけど、ね。これで、今、時間でだといくらですね。ようになったね。うん。そう、ため息つくとこじゃなくて。ようなったよ。うん。なんで。ただの緊張から出てくる。うんうん。でも、なんか、少し分かってきたね。うん。いいんじゃない？今日習ったのは潮のりついつも、今日習ったのは今日心に残ったことはうん。そう。もう、どうでもいいこといっぱいあるんですけど、私ね。朝一日間に考えたら、すごいなんか、今日の朝が遠いとか。よく毎日忙しいよね。毎日忙しかろ？暇な日なかろ？別にお客さんはこうとこまいとね、必ずあるもんね、いっぱいいろんなことがね。もう暇で何もすることありませんって感じのよりも、いかに時間内でうまくやっていくかみたいなね、この限られた時間でね。で、私はまたわけのわからない質問するしさ今日のはとにかく帯のね、帯の種類、うん、あれともう一つ、もうね、これだけ覚えればいいだけだよ、帯は。うん、ね、最初一番角の上からいくよ。丸帯。丸帯って何やった？花嫁さんのあれとか、芸妓さん、そう、両面で、しかも全部総柄がだらね、このだらりの帯。舞妓さんのだらり。で、袋帯には2つあったけど、そういう意味では、そう、全通と、6通があったけど、もう一つ、その袋帯、見た目は袋帯ないけど、もう一つなんかちょっとこう違ったのがあったよね。違う。その袋帯なんだけど、何袋って言ったよね。全然帯ほら。これにつける帯とさ、全然こう格が違う帯があって。何袋やった。見たらこれって言えると思うんだけど、うん。キラキラしてるんじゃなくて。ちょっと、そう、シャレ袋ね。であったね。そして、名古屋帯があったね。名古屋帯は形状ですよ。途中まであんな風になっとって。で、しかもこっちは二重やけど、20代から言うと、こっちは一重太鼓っていうのが、着付けてしまっても分かるというとこね。で、もう一つ。半幅帯。っていうのがあります。これを博多弁では半茶帯って言います。聞いたことない？半茶帯って。ちょっと耳では聞いたことあると思うよ。ほら、私がさっき、この間締めとったやつよ。あれ博多織です。うん。あそこにも店に博多織置いておけた。半幅帯。半茶帯ですね。半茶帯って言った方がなんか粋じゃない？半幅帯っていうよりも。まあいいけど、まあ音もごちそうと思えばね。半茶帯ですね。これはもう全部この胴の、すべて一から、これが全部、こっち側の、ね、長いのがずっと続くのが袋帯で、名古屋は途中で、半幅帯は全部始まりから終わりまで胴の長さ、幅というか半幅帯ですね。で、こっちがもう完全に遊びの帯ですよ。ね、名古屋はその格によってはだけどもう本当にで、話長くなるかもしれんけど、名古屋帯と付け下げは贅沢は敵だってね、そういうようなね、エヴァの着物とか、ね、上等のその帯は生産禁止って、日々禁令っていうのが明治時代に出るんですよ。うん。要するに、今から、こう、日露戦争とか日清戦争とか、ね、こう、戦争してこうね、軍事力をあれせないかんっていうときに、ね、そんな贅沢なもん着とうような、のはダメみたいな感じの。日々禁令っていうのが出まして。で、その時に、だからじゃあ、もうね、呉服は廃業しますね。もう贅沢なものは作りませんってわけいかんやね。やっぱ考えるわけよ、みんなね。そんなんで、あと、それから、被服化かっていうか、そういうのをほら、ああでもね、こうでもね、考える人からも出てくるよね。じゃあ、こういうふうにしましょう。あんなふうにしましょう。そこから出てきたのが名古屋帯と付け下げです。要するにエヴァの贅沢ではないあっさりしたものっていう意味でね。で、それで付け下げは逆に言えば豪華すぎず、ちょっと控えめっていう意味で使いやすいということで、なんていうかな、ちょっと控えたという装いという意味ではね、なんかな、取り入れ、そういうちょっと人よりも、ね、お客様よりもちょっと控えた時に、でもあんまり無視じゃあんまりかなっていう時にね、おもてなしする側の人にはセレクトしやすい着物になっていったんですよ。まあ、そういう歴史があります。はい、ということで今日は着物帯に関してはこういうこと。はい、いらっしゃいませ。